声が潰れてしまいました。高い音が出ません。今非常にあの渋いハスキーな声が出ていると思いますけども、喋り声はですね、非常に私気に入ってるんでございますけれども、歌うことが難しい、ということで、自分のできることを探りながら思いますね。そんな感じで、歌い慣れてる曲から始めさせていただきます、ね、今月もよろしくお願いいたします。地上のバリフの中で嘘を疲れて忍び泣く一切はあったよ、でも夢はなかった。さまよい歩くこの地を神谷城の方に1000人ぐらいのキャパのホールがあります。そこで
ステージの上で無観客前に審査員が5人だけ座ってるっていうシチュエーションですね。この曲を歌ってまいりました。まあ、非常になんていうか二度としたくないだけになりました。それに比べれば今日本当に楽しみ。じゃあ次の曲久しぶりだ。随分長いこと会わずにいたけど元気だったかな。あれからいろんなことがあったから君も僕もすっかり変わってしまった。離れていた時間を手探りで辿って会話もどこかぎこちないけど、わだかまりもすれ違いも忘れられるほど僕らは大人になった。君の歌を久しぶりにこんな風に聴けてとても嬉しかったよ。あれからいろんなことに揉まれてきて僕もすっかり角が取れちまった。死を取ることが何を意味するかなんて考えてみたこともない。叶わなかった夢の続きを僕らはまだここでこれから見ようとしている。巡る星に誘われてる行方も知れる流れの先目指して僕らはあの時と同じ月明かりの下で輪になって踊るよ。あれからいろんなことがあったけど幸せに暮らしているのだろうか。会いたくても会えないもう二度と会えないそんなやつだっているんだから、今こうして酒を酌み交わしている僕らはきっとただ運が良かった。幕は下りるまばゆい光いつか消えてゆくまで僕らはあの時と同じ月明かりの下で終わりなって踊るよ。思い出の悲しみも
思い出なんです。最近気がつきました。お客様の皆様にどういうかもしれませんが、お付き合いください。じゃあ次は、可愛がってた犬のために作った曲を、だからいつも一緒に。